どうも皆さんこんにちは、ジャックバスです。今ね、私は、ニューヨークの、28丁目あたりに来ております。見ていただければね、分かる通りリッツカールトンありますね。はい、映っておりますでしょうか。そうなんです、このニューヨークにはですね、リッツカールトンセントラルパークっていうのがね、もともとあったんですけども、今回ねリッツカールトンノマドっていうのが7月の21日ぐらいにね、オープンしたということで、今回ねこちら泊まって皆さんにねレビューできればなと思っております。で今ね13時ということで、まだチェックインねできるかわかんないんですけども、まあ、とりあえずね行ってみて考えようかなと思います。でね、今ねちょっと小雨が降ってますんで、ちょっと急いで中入ってしまいましょう。はい、ということでこれね、にこっちが正面玄関なのかな。あ、そうっぽいですね。ということで行きたいと思います。ハロー。それではですね、チェックインの方がね、まだ準備ができないということで、お昼をねもう食べに行っちゃいたいなと思っておりまして、今ねこんな感じのね待合室、まあ、ロビーのね先でいるんですけど、やはりねリッツカールトンということで高級感半端じゃないですね。めちゃくちゃ高級感があります。ひとまずねお昼ね食べに行こうかなと思いますんで、荷物を預けてね、行きたいと思います。でこんな感じでね、はい、リッツカールトンの水もねいただきました。さすがですね。はい、ということで荷物を預けてちょっとね軽く、まあ、何でもいいんですけどピザでも何でもいいんで、ね、ちょっとお腹空いちゃったんで食べに行きたいと思います。では行きましょう。ということで外に出てまいりました。こちらがね正面玄関になります。小さいですよね。はい、でビル自体はねめちゃくちゃでかいんですよ。このリッツカールトンのノマドのビル自体はねこんな感じになってまして、めちゃくちゃ大きいんですけども、入り口は小さいという感じになります。でこの上にねリッツカールトンの文字があります。まあ、このリッツカールトンもね、セントラルパークもそうだと思うんですけども、まあ、レジデンス、まあ、住まいもね一緒になっているっていう風になりますんで、まあ、おそらくね、まあ、半分半分とかねそういった感じで、まあ、なっているんじゃないかなと思います。で雨がねめちゃくちゃ強いんで、今ねちょっと傘をね借りてきました。これもね多分どっかに、はい、こんな感じでリッツカールトンの文字がねある傘を借りてきました。まあ一応ねチェックインは1時間か30分待てばできるよみたいな感じだったんですけど、まあひとまずね待っててもいいんですけども、まあ、お腹が空いたんでね、まあ、軽くピザでもなんかいただければなと思いまして外に出てまいりました。私もここら辺ねなかなか来ないんで全然わかんないです28丁目とかなんで、メイシーズとかちょっと行けば、エンパイアステートビル、まあちょっと私としてはねせっかくニューヨークに来ましたんで、軽く半月ぶりぐらいに来ましたんで、なんか簡単に食べれるものを食べて、まあ、ひとまずチェックインしていきたいなっていう感じですね。リッツカールトンの傘を持ってねちょっと恥ずかしいですけど、まあでもなかなか珍しい場所にリッツカールトンができましたよね。結構びっくりしました。ここ28丁目とかなんでニューヨークではね真ん中の方よりちょっと下ぐらいなんで高級住宅街とかでもないと思うんですよね。まあマンハッタン内は高いですけども、マックあるなさすがにマックは避けたいな、せっかく来ましたんで。マックだったら日本で食べれますよね。普通のピザでいいんですけどね、ピザ屋さんで、ね、ないかな。まあちょっと歩いてみましょう。まあ、ちょっと歩けばね1ドルピザ的なのあると思うんですよね。いやーニューヨークは涼しいですけど雨ですね。あ、ピザ屋さんあった。あ、ここで全然いいんだけど食べるところはなさそうですね。あ、でもいいか、ここにしましょう。アンディアモピザ、はい、ここにしましょう。よいしょ。あ、美味しそう。ハロー。はい、ということで入ってまいりました。ピザ2枚、どうでしょうか。見えない、見えますかね。はい、ペパロニとマルゲリータ、こちらで9ドル19セントなんで、まあ大体1000ちょっとぐらいですかね。もうねお腹めちゃくちゃ空いてて
もうちょっと高いですけどピザにしてはまあいいんじゃないかということで、まあ、店員さんも結構優しい感じで、はい、いただきましょう。まあ、椅子もねあるんですけども、椅子の方はね結構いっぱいなんで立ち食いでニューヨークスタイルで行きたいと思います。めちゃくちゃでかい。ちょっとフラッと入った方が店にしてはめちゃくちゃうまいっすね。めちゃくちゃうまいっす。ここにしてよかった。予想外に美味しくて、ぜひここは皆さんに試していただきたいぐらい美味しいですね。1枚がめちゃくちゃでかいんで1枚でも良かったかもしれない。ニューヨークはなかなかピザ外れがないんでね、いいですよ。ということで、ちょっとサクッと食べてホテルの待合室で待ちたいと思います。それはね、今ねホテルで待っているところなんですけども、なんとさすがリッツカールトン、すごいですね。よかったらウェルカムシャンパンいかがですかということで、いただきました。ありがたいですね。いやいいですね、このニューヨークのリッツカールトンでシャンパン片手にしている、いいですね。ということで、やはりリッツカールトンのサービスはすごいですね。本当はね4時チェックインで、まあ先ほどね受付の方が、まあ、1時間ぐらいでっていう話をねしていただいたので、まあ、その関係かと思うんですけども、それでもねあのまだ4時になってないこのチェックインの待ち時間でシャンパンを出してくるっていうのはねやっぱりすごいですね。ということで、シャンパン飲みですね、ゆっくりしながら待ちたいと思います。いやいいですね。それではね、チェックインさせていただきました。今回22606という客室ですね。よいしょ。ちょっとね私は荷物を入ってしまったんですけども、こんな感じになっております。どうでしょうか、新しいリッツカールトンの客室はどうでしょう。はい、こんな感じになっております。いやいいですね。どっから見てみましょうか。じゃあ左から行きましょうかね。まずこちらにね、ランプがありまして、でこちらにねソファエリアがあります。はい、で景色がどんな感じでしょうか。ではカーテンを開けました。どうでしょうか。いやいいですね。夜はもうちょっと綺麗に見えそうですね、夜景が。はい、このホテルからねあのエンパイアステートビルもね、見える客室もあるそうなんですけども、ちょっとこの客室からは見えないですね。ですけども天気が良ければちょっとね薄暗く見えてると思うんですけど、ワンワールドトレードセンターがね、奥にありますんで、天気が良ければ綺麗にね見えるかもしれないですね。ということで次行きましょう。ではねこちらがミニバーですね。はい、こちらすべて有料です。はい、こんな感じになってます。シェイカーまでついてるんですね、すごい。でこちらお水、お水はフリーですね。でネスプレッソがねセットされております。まあこれはね無料だと思いますね。はい、でこちらは全部ね有料ということで、すごいですね。チャージングキット、これ触っても大丈夫かな。はい、スマホのケーブルとかもねついて、これは初めて見ますね、すごい。はい、ということでこの下は何かな、あ、この下もミニバーですね。はい、こちら全部有料になっております。はい、この高級なお水もありますね。これ高いんですよ、これ触っても大丈夫そうですかね。これね、はい、10ドルぐらいするお水です。でこちらに、テレビがありまして、こちらですね、ベッド周りには AC が2つと USB タイプ A が2つですね。はい、でお水がねセットされております。でベッドです。いやベッドめちゃくちゃでかいですね。まあ、多分これはキングベッドだと思いますけども、かなり大きいですね。でこちら側ですね。でこちら側にも
USB タイプ A が2つとコンセントですね、はい、あとテレビのリモコンがあります。あと電話とメモ帳ですね。でインルームダイニングはこういった感じでね、 QR コードっていう QR コードで読み取って利用する感じですね。でこの中には聖書とかね入っております。ではバスルーム行きましょうか。あ、その前にこちら見ましょうかね。よいしょ、おー、開けたら電気がつきました。はい、こちらに上にねスリッパがあります。でこちらにランドリーバッグとかね、はい、傘とか、あとわすごいめちゃめちゃふかふかなガウン、これはちょっと期待ですね。であとね荷物を置くやつと、あ、引き出しは空ですね。今回ねバスタブをリクエストさせていただいております。おー、すごいめちゃくちゃ高級感ありますね。いやーすごいさすがリッツカルトンですね。でこちら側にもですねバスローブがセットされておりまして、バスタブですね、全体こんな感じになります。ちょっとね映像だと結構小さく見えるかもしれないですけど、実物はかなり大きいですね。はい、私でもかなり余裕で利用できそうですね。でこちらのブランドのねアメニティですね、アスプレイじゃないんですね、珍しいですね。セントラルパークのニューヨーク、あのリッツカルトはねアスプレイがセットされてたと思うんですけども、また違うブランドがセットされております。でこちらが洗面台です。こちらにボディーローションですね、先ほどと同じブランドですね。で拡大鏡があってグラスと石鹸がセットされております。で下の方にですねバスタオル等々ですね置いてあります。これ何、これ、あ、ここにあれですねアメニティがあります。シャワーキャップとかねマウスウォッシュとかもありますね。で以上ですかね。これは何だろう、あ、これはドライヤーですね。はい、ドライヤーがこの箱の中に入っております。で、あ、こちらがお手洗いですね。ウォシュレットはついておりません。で、こちらがシャワーブースですね。いいですね。シャワーブースもかなり高級感があります。で、先ほどと同じブランドのアメニティがあって、可動式と固定式のシャワーがね、あります。ちょっと固定式のシャワーね、かなり長いんで、映ってますかね。こんな感じになっております。はい、こんなところでしょうかね。ということで今回ですねリッツカールトンノマドホテル一泊ねお世話になります。今回私はですね、10万ポイントで宿泊させていただいて、だいたいねこのホテルが、一泊ね、1300ドルぐらいなのでだいたい15万円ぐらいですかね、今の日本円で、かかるっていった形になります。ですので今回ね10万ポイントで宿泊させていただいておりますので、まあ、マリオットボンボイねポイント1ポイント1円以上でね利用できてるかなっていうところですね。で今回プラチナステータスの特典としては、明日レイトチェックアウトね13時じゃなくて15時までか、利用させていただいて、またねこちら客室のアップグレードですね、いただいております。本来ね一番安いね客室で予約ねさせていただいたわけなんですけども、こちらねスーペリア低層階だったかな、はい、そんないったね名前の客室っていう風になりまして、この、あのスーペリアになるとおそらくねこのソファールームがねソファーがね ある部屋に、ね、なるかなっていうところですね。まあ今回ね、まあ、こういった感じでアップグレードしていただいてありがたい限りですね。で今回ね私バスタブをねリクエストさせていただきましたので、バスタブのあるね客室を利用させていただくっていった形になります。マリオットボンボイのプラチナステータス以上の特典としてはそんなもんですかね。でこのホテルにはですねエグゼクティブクラブラウンジがあります。
あるんですけれども、私がね宿泊しているのは8月の1日っていうふうになりまして、まだね開業してからね10日間ぐらいしか経ってないんですよね。ですのでまだねこのラウンジ自体の運用は始まってないんですよね。ですのでちょっとね今回はお見せすることできないんですけれども、まあ、今後ねこの動画見ていただいて利用される方はですね、もしかしたらねラウンジ運用始まってるかななんていうふうに思いまして、で一泊ね200ドルでこのねラウンジ利用することができるっていうふうになりますんで、まあ一泊200ドルだったらねかなりいいのではないのかなと思います。セントラルパークにあるねリッツカールトン、こちらね以前利用した時は1泊300ドルでしたので、まあ、かなりねこちらの方はねお得に利用できるかなと思います。東京のリッツカールトンとかでもね追加でねクラブラウンジアクセスつけると、3万円ぐらいかかりますんで、それに比べるとね、まあ、こちらの方はねまだいいのではないのかなと思います。まあ今ねちょっとドル円のレートが悪いんで、もしかしたらこっちの方が高くなってしまうかもしれないんですけども、まあそういった感じになります。まあおそらくねこのリッツカールトンのクラブラウンジっていう風になりますんで、おそらくお食事等々もねかなり充実して、お酒もね常に飲める状態のラウンジなのではないのかなと思います。ですんでねちょっと次回来る時にはですねちょっと利用したいなっていう風に思いますかね。はい、っていった形になります。いやね、やっぱりねリッツカルトンということで高級感がありましてめちゃくちゃいいですねということでこちらね一泊お世話になります。But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. ということで時刻はね午後の8時ぐらいになりました。ずっとね仕事しつつ休みつつをね繰り返してやってきたわけなんですけども、今ねちょっとお風呂に入ってこちらねリッツカールトンノマダのこちらねガウンなんですけども、このガウンもねいいです。ちょっとね1位をつけがたい感じですね。はい、今までのナンバーワンは6京都のガウンですね。この前ウォルドーフアストリアバンコクにもねあったあのガウンなんですけども、このガウンもねめちゃくちゃふかふかです。はい、これもいいですね。はい、ちょっと新しい感じでこれもねちょっといいなと思いまして動画を回させていただきました。いやこれもふかふかでいいですね。特にねリッツカールトンの名前とかは多分入ってないと思うんですけども、いやこれもいいですね、うん、ということでこのねガウンを取るためだけに動画を回すっていうね、はい、仕事の方はねまだ終わってなくてですね、まあ、引き続きねやっていこうかななんていうふうに思うんですけども、いやいいですね。はい、ということで今ね、深夜の0時40分です。いやー夜景がね今電気を消して外を見てるんですけども、いやー非常に綺麗ですね。うん、やっぱりね夜になって昼間ねちょっと曇ってたんですけど、ワンワールドトレードセンターがね非常に綺麗に見えますね。はい、めちゃくちゃ綺麗です。ちょっとねエンパイアステートビルとかねこの方向から見えないですけども、十分ねニューヨークの夜景楽しめるんではないでしょうか。いやーいいですね。ということでこの夜景を見つつですね今日のところは休みたいなと思います。ということで時刻はね8時を過ぎましたので、そろそろね朝食行きたいなと思います。今回ねリッツカールトンということでステータスを持っていても朝食はつきません。ですので今回はね有料で利用したいと思います。皆さんこのリッツカールトンのね朝食いくらだと思いますか。当ててみてくださいはい、皆さん答え決まりました。なんと1食95ドルですやばくないですか。95ドルですよ。はい、今の日本円で多分1万2、3000円ぐらいじゃないですかね。いやーもうね利用するかどうかねちょっと迷いましたはい、まあ見たい方もね、まあ、いらっしゃるかなというふうに思いまして、今回はね1万3000円の朝食、まあ、どういった感じなのかっていうのをね皆さんにお見せできればなと思います。ということで早速ね朝食会場の方ね行きたいなと思います。朝食はね1階のねレストランでサービス、まあ、利用できるみたいなんで、そちらにね行きたいと思います。ということで行きましょう。
ちなみにね、朝のニューヨークの景色がこんな感じになっています。いや非常にいいですね。今日もちょっとね曇ってるのかな。はい、ワンワールドトレードセンターはね微妙にしか見えないですけども、昨日の夜とかね結構はっきり見ることができたんですが、こんな感じのね景色になっております。いやそれにしてもめちゃくちゃ綺麗ですね。はい、こんな感じになっております。ということで朝食会場に行きたいと思います。ではね、ホテルの僕はこんな感じになっております。はい、まあ、雰囲気はねめちゃくちゃいいですね。では1階の朝食会場まで行きましょう。これね、行き先を押してするとエレベーターが来るみたいな感じですね。一応ねエレベーターは3機ありますね。ですね、まあ今のところねすごい待ったってことは1回もないですね。ニューヨークではこのエレベーターが来ないって結構あるんですけど、このホテルは大丈夫ですね。さすがリッツカールトンっていう感じでしょうか。まあ、エレベーターの中はまあこの木目がね、はい、木が使われていて非常にあったかみのある感じですね。では行きましょう。ということで朝食会場に着きました。利用されてる方はですね、いらっしゃらないですね。私だけみたいな感じですね。はい、でこちらのホテルの1階にあるレストラン会場で利用することができます。で、ホテルの、こちらメニューに、ね、書いてある値段は、ブレックファーストクラシック24ドルとか、サーモンサラダ23ドルとかね、ノマドブレックファースト35ドルということで、あのホテルの、ね、客室に書いてある朝食とね値段が違いますね。ということなんで、客室にあった、朝食の値段はね95ドルとかねめちゃくちゃ高いんですよ。ですんであれはねインルームのブレックファーストだとあの価格なんじゃないかなと思いますね。はい、ですんでこのレストランで利用する、まあ、料金はねまあそこまでめちゃくちゃ安いわけではないですけども、レストランの方にね来たものに関しては、まあ、そこまでねあの値段は変わらないという感じですね。はい、ですねちょっとねほっとしましたね。はい、客室でね料金確認したら95ドルとかあったんで1万3000円日本、まあ、大体やばいですよね。はい、ですんでね、はい、こちらで来る分には、大丈夫という感じですね。はい、ほっとしましたね。私はねちょっと95ドル朝食に払うのかと思いながらねここに来たんで良かったです。はい、ということでノマドブリックファーストにしましょうかね。はい、ということでそれで行きましょう。朝食会場はねこんな感じになってます。非常にまあここもね新しくできたレストランだと思いますので非常に綺麗ですね。こちらね私は窓側の座席をね利用させていただいてるんですけど、まあ目の前にトラック止まってますけどね、こんな感じでニューヨークのね街並みを見ながらねいただくことができます。これは非常に気持ちがいいですね。はい、ということで来ました。結構モリモリで来ましたね。はい、まずね、こちらはトマトとポテトとソーセージですね。非常に美味しそうで、あとサイドのポテトもねミニポテトフライドポテトなんですね。はい、でこのねこれ多分デザートの位置なのかな、ちょっとこれはね分かんないですフルーツを頼むとこのクリームに乗ってくるんで、ね、あとこちらはクロワッサンとトーストということで、あとねブルーベリーマフィンがあったんでこれも注文しました。まあ、これも全部セットメニューということでおそらく追加料金はかかってないと思います。もうあの店員さんの、ね、英語が早すぎてもう分かんなかったんで最終的に翻訳アプリに、ね、打ち込んで聞いたんで多分大丈夫だと思います。ということでいただきます。ポテトからいただきましょう。うん、美味しい。今朝はね4時過ぎぐらいに起きてそこから仕事してるんでお腹はめちゃくちゃ空いてるんで美味しいです。うん、でまずソーセージいただきます。スクランブルエッグも美味しいですね。うん、ケチャップとかねかかってないですけどそれも美味しいです。では次クロワッサンいただきます。うん、
ほのかにあったかくて美味しい。あとトーストです。一応ホワイトブレッドのトーストをお願いしましたけど、どうでしょうか。ちょっとあんまりあったかくはないですね。あ、でも美味しい。こんなところでしょうかね、うん、あとせっかくなんでこのフルーツもいただいてみましょうか。うん、あ、でもこれもね、めちゃくちゃうまいですよ、うん。まあ、これでノマドブレックファースト34ドル、まあ、コーヒー等々入れても、まあ、50ドルぐらいで済んでるかなと思いますので、まあ、こうやったらね、まあ、いいんじゃないかなと思います。一応これね、リッツ・カールトンの、まあ、ついてるね、レストランということで、全然こんなもんじゃないかなと思います。まあ、日本円でまあ7000円か8000円ぐらいかかると思いますけど、まあ、高い高いですけどね、うん。まあ、リッツ・カールトンということを考えると、まあ、こんなもんじゃないかなと思いますね。ということで、あとはゆっくりいただきたいと思います。ということで、朝食からね、帰ってまいりました。私はね、翻訳アプリでね、結構苦労して注文したつもりだったんですけど、会計がなんとですね、75ドル12セントということで、かなりね、上回った金額の請求が来ました。ノマドブレックファーストっていうのは、スクランブルエッグとソーセージありましたよね。あれとトースト、あれとコーヒー、あれで35ドルっていうみたいですね。私、ちょっとね、まあ、私の英語力はね、なかなかできないので、まあ、やり取りがね、ミスってしまったのかもしれないですけども、で、スパークリングウォーターが8ドル。で、フルーツが乗ってたの、あれね、ヨーグルトみたいですね。はい、あれ何だったんだろうなと思って、はい、クリームの上にね、乗ってると思ったら、ヨーグルトの上に乗っている、まあ、フルーツっていう感じで、ヨーグルトもですね、普通のヨーグルトじゃなくて、グリークヨーグルトでしたっけ？なんか硬いやつありますよね。あれのヨーグルトだったみたいですね。ちょっと私もあれね、最初食べた時わかんなくて、申し訳ない限りなんですけども、まあ、あれがね、14ドル。で、あとね、ブルーベリーのマフィンとクロワッサン。あれもね、まあもうこれね、言ってもしょうがないんであれなんですけど、あれね、有料別メニューだったみたいですね。ですね、皆さんね、私のような失敗はしないようにしましょう。ということで、まあ大体今の日本円で大体1万ぐらいですね。高い。まあこれぐらいのね、請求が来ました。ということで、まあこういった形になります。で、本日ね、16時まで、ね、レイトチェックアウトをいただけるということですので、それまでね、仕事をがっつりしてね、チェックアウトね、していきたいなと思います。これね、本当にありがたいですよね。今ね、まだ8時だったかな、はい、まだね、9時ぐらいっていう風になりますんで、がっつりね、仕事してチェックアウトね、していきたいなと思います。まあ、ホテルね、楽しみつつ、ゆっくりつつ、仕事しつつね、過ごしていきたいなと思います。それではですね、今ね、時刻は9時半ぐらいなんですけども、テレビでね、ブレックファーストメニューを見ると80ドルから95ドルって出てるんですけど、これね、ちょっと今聞いてみたんですよね、ホテルの方に。メニューは見られますかみたいな感じで。そうするとね、客室に QR コードね、今どこのホテルでも結構多いんですけど、 QR コードを置いてあって、それを読み込んだら見れるみたいなの結構ありまして、ちょっとそれでね、今見てるんですけども、ちょっとこれに出しておきますね。全然80ドルから95ドルじゃないですね。いや、やはりね、まだ開業して間もないから、ちょっとあれなのかな。今回ね、チェックインさせていただいた時もですね、ちょっと一瞬ね、トラブルみたいなの、トラブルっていうか、まあ手違いみたいなのありまして、入ったらここまでね、荷物持ってきてくれるんですよね。スーツケースとかバッグとかね、はい。ですけども、一番最初にエスコートしていただいてね、ここに来たわけなんですけど、まあ来てね、入ったら、ここの客室じゃないですけどね、別の客室入ったんですけども、そしたらね、物を置いてあったんですよね。明らかな違う方のスーツケースが。っていうこともありましたんで、ちょっとまだね、開業してまだ10日ぐらいなんで、ちょっとまだうまくいってない部分があるのかもしれないですね。ということなんで、まあ、この朝食に関してはですね、まあ、インルームでいただきたい方は、QR コード読んでね、利用していただいて、まあ、レストランで利用されたい方はですね、まあ、レストランで利用していただければなと思います。まあ、客室でもね、レストランでもそんなに値段変わらないみたいなんで、まあ、これだったらね、わざわざね、朝食会場行くのね、めんどくさいなっていう方はね、こっちでもね、いいのかななんていうふうに思いました。いや、一人ね、80から95ドル
まあ、見てね思ってたんで、まあ、これだったらね全然客していただいてもね全然いいですね。ということで時刻はね3時過ぎましたので、そろそろねチェックアウトしていきたいなと思います。今回ねリッツカールトンニューヨークノマドホテルですね、一泊ねお世話になったわけなんですけども、まあちょっとねオペレーションがねまだ10日ぐらいしかね経ってないので、まあちょっとねうまくいってない部分等々はねありますけども、まあ、ホテル自体はですね、ピカピカということでかなりね気持ちいい滞在となりましたね。まあちょっとね朝食私はねミスってしまいましたので、まあ皆さんはねミスらないようにね注意していただければなと思いますね。でプラチナステータスの特典としては今回ねレイトチェックアウトね利用させていただきましたし、まあ、Wi-Fi も無料で利用できましたということで、またね客室もバスタブ付きの客室でスーペリアルームにねアップグレードねしていただきましたし、まあ、景色もね結構綺麗な客室綺麗な、ね、ところにしていただけたっていうふうになりますんで、大満足の、ね、滞在というふうになりました。ぜひね、ぜひね、今後ニューヨークに、ね、来られる方はですね、ぜひね、参考にしてみていただければなと思います。まあ、リッツカルトンニューヨークのセントラルパークの、リッツカルトンと、まあ、このね、ノマド、まあ、2つ、ニューヨークにはね、リッツカルトンあるわけなんですけども、まあ、どっちがいいかって言われるとね、まあ、難しいところですけども、まあ、ここね、28丁目ということで、まあ、大体、エンパイアステートビルとかね、そこら辺がまあ近くの観光名所になるかななんていうふうに思うんですけども、もう一つのねリッツカールトンのセントラルパークは本当にセントラルパークの前っていうふうになりますんで、結構ね上の方なんですよね。ですんでまあ観光エリアによってね分けていただいて、まあ、滞在みたいな感じがねいいんじゃないかなと思います。まあサービス自体はねまあそんなに変わらないかななんていうふうに思うのと、まあこちらの方はね、まあ、新しいホテルっていうふうになりますんで、まあ、最新設備がねついている部分はあるかななんていうふうに思うんですけども、まあ、そんなもんですかね。まあ、客室からセントラルパークが見たいとかね、まあ、そういう希望があったらねもう向こうしか選択肢はなくなると思うんですけども、まあ、料金的にはねどっちも同じぐらい、ポイント数にしても、まあ、どっちも同じぐらいっていう風になりますんで、まあ、観光スポットねどこら辺を観光するかによってね、まあ、選んでいただくのはねいいのではないかなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。